最初からやります。フランス語は全く喋れませんので。はい、多分魚と喋るのと同じような感じです。通訳の方よろしくお願いします。ですね、今日は、トランジションタウン、富士野でのトランジションタウンの話と、私の。と、私自身の話をミックスして話をしようと思います。ですね、富士野というところから来てるんですけども、富士野の場所をまず、説明しようと思うんですけども。もうあの東京のすぐ近くです。電車で1時間ぐらい。近くなんですけども、とってもあの自然豊かな場所です。奇跡的に自然が残っている場所だって言われています。で、2009年にトランジションタウンになりました。で、今現在は日本には大体50カ所ぐらいのトランジションタウンがあります。富士野はこんな感じで、森と湖の町です。東京のための東京に住んでいる人のための水を供給するためにできた湖で。Il y a un lac pour offrir de l'eau des gens qui habitent à Tokyo. その水源地として、守るためにこれだけ豊かな自然が残されています。Et pour protéger ce lac, il y a beaucoup de verdure. で、富士野は、トランジションタウンとして日本で最初に立ち上がった町で。La ville de Fujino est la première transition town au Japon. で、世界の100番、ちょうど100番目にできた。で、一方で、私の仕事は、建築設計。2008年に、持続可能な暮らしをしたくて富士野に移住しました。で、今は富士野で、家を建てています。富士野に移住して、仕事をシフトしました。その時にいくつか、コンセプトをしっかり作ろうと思ったんですね。その時はまだトランジションタウンということは知りませんでした。あとパーマカルチャーという言葉も知りませんでした。で、その時にでも考えたコンセプトが、一つは
地域にあるこう自然な素材を使って家を建てよう。コンセプトクジャフレシー、自分のレジオンに utilise des matériels dans sa propre région。それから自然からこう受け取れるエネルギーを最大限に生かしていく。自分のレジオンでメディアン utilise des énergies qui sont fouchues par la nature。それからゴミ、廃棄物を出さないで、そういう無駄を省いた循環のシステムを暮らしの中で作ろう。で、コンセプトシステムで circulation en évitant le gaspillage。それから、これが一番大切だなと思っているのは、je pense que c'est le plus important et、そこで暮らす人が、健康的で、楽しくて、ワクワクするような暮らしができる家にしよう。La vie de bien-être fabrique la ressource humaine dans la région et les habitants qui vivent avec la joie et en bonne santé。で、そうすると、地域の中でいろいろな活動をしたくなるんじゃないかと。で、ポセクドのロカルで、シオニポス、オプレアクティベーポクドショーズ。で、それが、その地域の資源になっていく。オポスクセドン、セディデー、ビアトハラスクソス、ユメム。そんな風に考えてデザインをしていこうというふうに。J'ai pensé, c'est la raison pour laquelle je pensais que je voudrais bien constater cette idée. で、そんなふうに思っていたら、そんなふうに考えて宇治野に移住したら、comme en pensant à cela, j'ai commencé à vivre à 宇治野。ちょうどトランジションタウンっていうのをやりたいという人が同じ時期に移住してきました。En même temps, on m'a proposé de l'idée de transition. Et 僕はこれは面白いと思って、それに参加するとき一緒にやろうというふうに決めました。Je m'intéressais à cette notion sur la transition town et j'ai décidé de le faire ensemble. で、その時に思ったのが、デザイナーで。あって家をデザインしてたんですけれども、comme j'ai fait le design, j'ai fait construire une maison。その一つの家だけじゃなくて、コミュニティも、一緒にデザインしていく必要がある。それは共に生きていくためのデザインというのは何だろうというのを考え始めました。ということで、ここからはそのトランジションタウンの活動と私の仕事の活動をミックスした。À partir de maintenant, je parle de l'activité sur le transition town et mon travail.個人の家としては個人としてはこうみんな自立的で健康的な暮らしをまずデザインする。D'abord, c'est très bien de construire une maison avec autonomie. で次に、ensuite, その豊かな関係性をデザインする。Je voudrais bien faire une maison pour la bonne relation avec le style et la relation des gens. この3つのキーワードは多分先ほどのホリーのそのパーマカルチャーの3つのキーワードとよく似てるんですけども。これは ressemble à dans trois thèmes ressemble à l'idée de présentatrice précédente.
つは人と人との、まあ、地域に住む人と人との関係を考える。Le premier thème est la relation entre des gens. それから、人と地域との関係。La deuxième, la relation entre des gens et la communauté. これは、地域っていうのはそこに住んでる人だけじゃなくて、non seulement ce n'est pas les gens qui habitent dans le local. 動物とかも含めて。Des animaux aussi. それから地球との関係。家をデザインするときも、コミュニティの中でのプロジェクトをデザインするときも、この3つのキーワードを心に留めてデザインしている。Quand je fais construire une maison et je fais un design pour l'idée de transition temps aussi, c'est que je pense toujours à ces trois thèmes. で、これはトランジションタウンの3つのキーワードなんですけども。ce sont les trois thèmes pour l'idée de transition temps. この後もう一つ出てきますが。いや、encore un autre thème。この脱依存、それからレジリアンス、この2つは、向かうべき状態を示している。で、僕が一番興味を持ったところは、この2つの状態に行くためにどうやって、そこに行くのかっていうときに、クリエイティビティということが非常に重要だなと。で、下のピンク色の図形なんですけども、今のというか今までの日本の社会というのは、中央集権型、我々はこのトップに依存してたんですね。そこからそれぞれが自立して、でつながっていく。この状態にもを作るためにクリエイティビティが必要だ。で、一つの重要な、まあ、みんなで話している言葉があるんですけども、日本これちょっと読みます。やりたい人がやりたいときにやりたいことをやりたいだけやる。英語も書いてありますが。この後ろの絵は、日本の古い神話なんですけども、神話の場面。Cette mise en scène de l'image couvre l'histoire de la mythologie japonaise. ちょっと長くなるので短くしますけども。Je vais raccourcir un peu cette histoire. 日本にはたくさんの神様、一つの神様で、たくさん神様がいるんです。Au Japon, il y a beaucoup de dieux. お日様の神様、太陽の神様というのが。Il y a un dieu de soleil.
中に閉じこもっちゃったんですね。どれこもで世の中が暗闇になってしまった。あこつすらそれを覚えててねば。それを他の神様がどうやってそこから引っ張り出そうかっていうふうに考えたときに。洞窟の前でパーティーをやったんですね。Ils ont fait la fête devant le grotte。みんなでワイワイ楽しそうにしたんです。Ils ont eu l'air s'amuser。その時に中から楽しそうだなと思ってちょっと戸を開けたんですね。Le Dieu de soleil est sorti un petit peu parce qu'ils ont l'air amusant。その時に他の神様みんながそれを引っ張り出したと。À partir de cela, le dieu du soleil était tiré par des dieux。何が言いたいかというと、何かをこう説得するときに、quand on explique quelque chose、理屈で説明するよりも、il vaut mieux こう楽しいことをやってるとやりたくなっちゃう。で、まあこうトランジションタウンの活動も、やりたいっていう気持ちが一番重要だと思って、なのでこういかに楽しくできるかということが重要だと。そうするとそれでその気持ちで参加すると、こう自分がやってる、や誰かに、やりなさいって言われてやってるんじゃなくて自分でやってるっていう気持ちになれる。それが重要だと思います。ということで、みんなの想像力、地域に住んでる皆さんのクリエイティビティをどれだけこう資源としてこう町に貢献できるか。ということを考えて、その資源を今度は循環する仕組みっていうのを考えていこう。はい、そんなふうに考えて地域をデザインしています。それで具体的にどんな活動が藤野で行われているかというのにちょっと入ろうと思います。Je vous explique quelle activité on fait dans la tradition d'un Fujino. Petit project, il y a beaucoup de projets, mais les plus importants. Je vous explique quel est l'activité.富士野の地域はだいたい 80% が森なんですね。なのでまずその森とどう関わるかっていう活動が始まりました。vivre ensemble les montagnes et les forêts.
と森が生かされ、生かし合う。On utilise les forêts et en vivant ensemble. そんなこう森との関係性を一からもう一度作っていくというか。La relation entre les forêts et les êtres humains sont plus importantes.日本は、太平洋戦争の後に、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、ものすごいこう経済的に発展したんですね。その時に、これからは家がたくさん建つから、山にこう家を作るために必要な木を、まず森の木を切って、家を建つのに適した木を植えたんですね。Nous avons taillé des arbres pour construire des maisons. Et ensuite, la raison pour laquelle le Japon a mis des arbres pour construire des maisons.それで今40年50年経ってます。ところが今はその家を建てるための材料を外国から輸入しています。それは安いからです。そのために日本の森は荒れています。だから本当は私たちはその木を使わなきゃいけない。ただビジネスとしては効率割が合わないので、企業はその森の木を使おうとしません。Cependant, les entreprises ne peuvent pas utiliser ces arbres parce que ce n'est pas pour bien en tant que le business. Donc, nous avons décidé de même qu'on utilisera ces arbres. Et この写真にあるのは。木が立ったまんま皮を剥いちゃうんですね。こんなふうに楽しくやるんですけども。とっても綺麗な木の肌が出てきます。Il y aura la nouvelle peau de l'arbre. で、これはそのまんま1年ぐらい、裸にしたまんま立って乾かします。Alors, on laisse cet état pendant un an pour sécher cet arbre. そうすると1年後には、この右側の写真にあるように。女性でもモテる軽くなります。コストの問題で一番のポイントは、その木材を運び出せない、運び出すのにお金がかかるというのが一番です。Le plus cher est les arbres ne peuvent pas emporter dans la ville. Mais cette méthode n'est pas comme sylviculture. でもこうやってやったらできるじゃんって証明してみせます。
Et cependant, c'est, cet arbre est visé, donc c'est la raison pour laquelle on peut utiliser avec l'eau poste. Après, c'est mon travail. ここは地域にあるこう障害者の働くカフェ。ici c'est un café pour les gens handicapés qui travaillent dans ce local. そこを建てるときにその木材を使いました。Quand on fait construit ce café, j'ai utilisé cet arbre. そうすると地域の人がいいねいいねと。Et les gens qui habitent à résidence, ils trouvent que c'est une bonne idée. その時に説明します。この木はこういう木です。Quand ils viennent, j'explique quel genre de d'arbre est-ce. それでみんな気づいてくれる。C'est la raison pour laquelle on peut aperçoit. で、徐々に地域で家を建てる人は地域の木を使いたいって今言い始めてくれています。右左側の写真がその建物です。でここに今矢印出ましたけども、ちっちゃなソーラーパネルが乗っかってます。いや、ちっちゃパネルソーラー。次の活動の説明に入るんですけども、je vous explique la prochaine activité。富士野の中にああいう一枚だけとかちっちゃなソーラーパネルを載せてる家が今いっぱいあります。どのビルの富士の家、僕のメゾン、キー・ユキーズ・スーパーのソレア。彼はそれをプロじゃないんですけども、イルネパプロの施設ね。いろんな家頼まれていっぱいくっつけてます。メオン・コモンド・モード・ポリュー・モード・セイル・イル・ベース・シュフ・レトワ。こんな風に本当にちっちゃなパネルを乗っけて、で家の中にバッテリーがあります。でそれもこう素敵な家具でこう、しまってあるんですけども、で、それを何に使うかっていうと、家の中の何箇所かの照明。あとは携帯電話の充電とか。あとはパソコンの、充電とかに使ってます。これはいわゆる電力会社の系統とは切り離された電気です。ce n'est pas la centrale électrique. はい、まあ皆さんご存知の通り、我々は4年前に大きな災害を経験しました。il y a quatre ans, nous avons eu un grand désastre. その時にもう停電になったんですね。関東の家は、たくさんの家が停電になりました。その時に、こういう自立した電気が家の中にちょっとあれば全然違う安心だっていうふうに気づきました。エレクトリックオートデパンデポンド、そして、ビアプーブデザスト。
l'électricité. それで震災後に、富士野電力という富士野エレクいや英語にすると富士野エレクトリックカンパニーなんですけども。Après le séisme, nous avons créé la centrale la construction sur la centrale électrique Fuji No. でも会社ではないんですね。Mais c'est pas une entreprise. ムーブメント。C'est un mouvement. はい。その時に。その時にというのはその震災の後に思ったことは、まあ、東京電力にあまりにも依存しすぎていた。なのでちょっとだけでも自分たちでできることをやろうと。ということで、富士野の地域の中でたくさんの人が賛同してくれました。で、最初は地域の中で先ほどの太陽光パネルと小さなバッテリーをこうつなぐということをみんなに教えて回ったんですね。Au début, nous avons enseigné le système de photovoltaïque et une fabrication pour chargeur. で、そしたらその後にこれが日本全国に広がりました。Et après, ce mouvement s'étend au Japon, au pays. で、富士野電力っていうのが、日本全国に呼ばれて全部で200カ所ぐらいでこのワークショップをやりました。大きく屋根にたくさんパネルをつけて電力会社に売るというシステムも震災後日本で非常にいろんな方が取り組みましたけども。いや、僕はジャポネキファブリックエネルギーシューレットワーク、やプレスのボンボン、メッけれども、そのやっぱり東京電力のネットワークにつなぎたくないという方も多いです。いや、僕はジョンキンのブロック。それから、その富士野電力が取り組んでいることがもう一つありまして、エレクトリック富士野オーガニズム地域の中に、まあ、先ほどのよりはちょっと大きめの、小さい発電所をいくつか作ってます。オファブリック、ラソンハルエレクトリック、プロデミニスカリンで、オスモン。で、それは誰でも電源を使えるよということになってます。ナンポートキー、オンプイティゼセテエクトリシティ。で、それによって地域の中で、電動バイクだとか、どのローカルを送り入れて、モーターエレクトリック、それから電動の自転車ですね。で、ビスクエットエレクトリック、これが増えました。産業で増えるの。やっぱりガソリンがなくなったときに、世界にあげる。多分、ここら辺もそうだと思うんですけども、移動手段がなくなっちゃうんですね。だけど地域の中で、まあ、本当に今はちっちゃいんですけども、メトロローカル、自
自立したこう発電所があると、何かあった時にも自分たちで何とかなるという。そういうコンセプトで取り組んでいます。で、今これがそのちっちゃな発電所なんですけども、こんなふうに何か所だろう、徐々にでき始めて、でこの白いちっちゃなのが、これが個人個人の家についているパネルです。こんなふうに、ここが自立を、自立というかちっちゃな自立型のエネルギーを持つと。そうすると、その人同士だとかその場所同士がこう見えないグリッドでつながっていくんですね。そういうイメージです。で、まあその他にも電気だけじゃなくて、いろいろこうできることを試してみました。で、ここでもう重要なのは、もうとにかく DIY で自分たちでできることからやるってことですね。自転車で発電してみたり、あと、あとは右上のやつは知ってますかね、太陽熱で料理をするっていう。みんなであれを作ってパーティーしました。とかエネルギーについて自分たちができることをいろいろと話して実際作ってみるってことをやってます。で、ここでまたちょっと僕の仕事に少し戻してくると思うんですけども、まあこんなような、これは比較的日本の伝統的な建物に近い建物です。まあ、日本ここもそうだと思うんですけども、四季があって、夏と冬とか、気温、まあ、日差しの強さとかが全然違う。で、冬は暖かく、夏はどうやったら涼しくするかっていうのを機械に頼らないでどうやって作るかっていうのを考えています。で、例えば、まずはその基礎の部分っていうのをできるだけ地面からの地熱っていう、地面の下にある熱をなるべく部屋の中に伝えるっていう工夫をするとか。あとは太陽からの熱をお湯に変えて、実際使うお湯にしたり、あとは床暖房に使ったりします。
utilise le chaleur solaire pour chauffer de l'eau et chauffer le sol. あとはバイオマスのエネルギーを。もういらないというぐらい木はありますから。で、あと先ほど説明したような、ちっちゃな発電装置を組み込みます。で、それとか、あとは、一番左のはバイオジオフィルターで、家で使っている排水を自然の力、微生物の力で浄化するシステムを土地の中に組み込む。Et le photo gauche est le biofilter. C'est un système de la récupération de l'eau par micro-organisme. それから雨水をタンクに取っておいて、それをトイレとか庭の水やり、畑の水やりに使います。On profite de toilettes on utilise dans le jardin dans de l'eau par récupération eau de pluie. それからコンポストトイレなんかも組み込む。トイレットコンポストこんなふうに、個人の家でもなるべくその自然からもらえるエネルギーを使うような仕組みを組み込む。それとあと資源はなるべく循環して、生かすような仕組みを作る。こんなふうに個人の家でも小さな循環の仕組みを作っていくんですが、これと同じことが地域に。でちょっと家の話になるんですけども、地域の中のこう、建物、その先ほど話したように戦後ものすごい人が増えました。でその時にたくさんの建物ができたんですね。それが今人口が減ってきているので空き家がいっぱいできています。で、まあ、なぜかいまだに若い人たちは東京に都市にやっぱり行きたくなるんですね。こう自然豊かな地方は空き家が本当にいっぱいあってどこもとても問題になっています。ただ一部の若者は震災害のあと気づいて、自然豊かな 地方に逆に移住しています。でそういったところをただ若い人お金がないので。自分の手でリノベーションしていく。それをサポートするプロジェクトというかチームができる。
でそれはさっき言ったようなその森から木を取ってくるっていうところから始まる。なので地域の材料を使って地域の力を使って、コミュニティの中でセルフリノベーションをするという。はい、次にお百姓クラブという活動なんですけども、これはさっきの法理の取り組みと同じような農的なこととか食べ物の活動です。これは取り組みやすいので、こういろんな人がいろんな活動をしてるんですけども、その中の、2つ代表的なものを紹介したいと思います。一つは、富士のローカルシードバンクっていうのを立ち上げたんですけども、そのきっかけは、富士野に住んでるある年配の大学教授がいるんですけども、その人が昔の穀物の種を30年間ぐらいずっと保存してくれてたんですね。で、一つはそれを引き継ごう、継ごうと、受け継ごうと。今の若い人が一生懸命そこの地域にもともとあった種を植えて、それをまた育てて種を取っています。それをシェアして、でまたそれぞれがみんな自分のところでの畑でそれを育てて増やしていく。でそれによってその地域にあった元々あった種類の作物を守っていくということと、それと自分たちで食料をどれだけ自給するかっていうことを実験しています。で次に富士の地域チキンプロジェクトというのが、これちょっと日本語どうやって訳されるのか。はい。これは鶏を飼うんですけども、個人的に飼うとすごくやっぱり大変なので、近くに近所にいる家と共同で鶏を飼っています。カントナデプレで c'est très difficile à avoir. Donc, on partage des poulets autour des gens. そうすると、ちょっと旅行に行くときも、誰かがやってくれる。Quand on voyage, quelqu'un qui va s'occuper des poulets.
ただけて、子供にとってはその動物と触れ合うことができる。On peut récupérer des œufs et puis des enfants peuvent rencontrer ces animaux. これはイメージしてた時は、あ、いいねって簡単な気持ちで思ってたんですけども。Quand on y pensait, je pensais que c'était facile et c'était une bonne idée.やってみるとものすごく楽しくて、こんなに楽しいと思わなかったんです。まあこれがあることによってその近所の人とのこうコミュニケーションがより多くなったっていうのが一つと、それからあとは餌をどうしようかっていう問題が出てくるんですね。Nous avons un problème d'alimentation de poulet. 基本的にはそれぞれの家庭で出たゴミを与えるんですけども。On donne des déchets aux poulets pour les poulets. やっぱり可愛いし、あとは卵は自分たちで食べるので。Comme ils sont mignons et des œufs, on mange des œufs.こうなるべくオーガニックのいいものを食べるようになりました。でそれのゴミをニワトリにあげています。もっと早く気づけばいいんですけども、鶏にあげるってことを考えて初めてオーガニックの方がいいなと思うようになった人もいます。次に、地域通貨の話をしようと思うんですけども、実はトランジションタウンの活動の中で私が個人的に一番こう情熱を持っている取り組んでいるのが地域通貨です。今までのいろんなこう活動をが起こりやすくするっていうことと、まあそういう活動のをしている人たちをつなぐネットワークを作るという点で。トランジションタウンの活動のこうベース基礎になっている取り組み。La monnaie locale est basée sur l'activité de transition town. で、最初のきっかけとしては、まあお金がないと。幸せに暮らせないというところからどうやって抜け出すことができるかということですね。で、具体的なやり方としては、先ほどホーリーが紹介してくれたそのトットネスポンドとか。とはちょっと違う仕組みです。レッツシステムっていうのが多分世界的には共通の言葉なのかなと思うんですけども。通帳をみんなが持っているというシステム。システムのリブレ。セカンシステムのリブレ。なのでこういわゆる紙幣を使うというものとはちょっと違います。
on n'utilise pas le billet. でこれはどっちかというとお金というよりもコミュニケーションツールのキャラクターが強いです。で、今現在は富士野の地域の中で400人ぐらいの方がこの通帳を持っています。Environ 400 personnes possèdent ce livret. で、皆さんがメーリングリストでつながってます。Et tout le monde se communique par les mails. で、この写真みたいに、Comme ces photos. ですね、これはA さんと B さんの通帳なんですけども。Le livret est A et B.例えばですね、はい、ある時 A さんが畑仕事を誰か手伝ってくれませんかっていうふうにメーリングリストに投稿しました。それに対して B さんができますよって手を挙げてくれました。それで1000という単位で、取引をしたんですね。それをお互いの通帳に書いて、で交換する。で、一番最後にサインを書く。Ensuite, après avoir fini, on signe ensemble. で、また戻します。Ensuite, on revient. これによって取引が完了します。Après, la négociation est terminée. で、これ一見面倒くさいんですよね、すごく。C'est embêtant que...Le système est un peu embêtant. ただ、とってもこれを大切にみんな思ってくれてます。Mais tout le monde pense que c'est important. で、これによってどういうことが起こるかというとですね。交換したときに、Quand on a échangé, ここにありますけど、いろんな取引の履歴がこう書いてあるので、こうその人の相手の通帳をこう見るときに、見るとこういろんな人とこういろんなやり取りをしていることが見ることができるんですね。そうすると、あ、この人とこの人は。こんなことをやってるんだってことがわかるんです。そうすると今度私もあこの人とこれやってもらおうっていうふうにな発想につながる。そんなふうにして、いろんな人がこう助け合うっていうキーワードでつながっていきます。それともう一つは、あ、この人こんなことができるんだってことがわかるんですね。それによって、まあ、言ってみればこう地域の中でまだ使われていなかった資源というのを見つけ出すことができる。なのでこのやり方だと、地域のこう人々がのネットワークができるということと、Les gens dans ce local, on peut
on peut connecter ou bien on peut appliquer ensemble. あとはそれぞれの持っているこう資源っていうのをこうどんどん浮かび上がらせることができる、発掘することができる。次は、une potentielle humaine, on peut découvrir. 富士野の中には実はお店みたいなのが本当にちょっとしかないんですね。Dans le local Fujino, il y a peu de magasins. なので、住んでいる人がこうどれだけ生産力としてこう住んでいる人々が作り出すものをどんどん増やしていく、でそれを循環させるってことがこうローカル経済の重要なポイントだと思ってます。ローカルエコノミックはインポルタント。Combien de gens qui fabriquent des choses et こんなふうに、まあ、今言ったことと同じなんですけど、地域の資源を発掘することと、助け合うためのネットワークというのがこれによって作られました。Nous avons fait un réseau pour s'aider ensemble.まあ、富士野でもその地域の経済というものを考えるという活動が去年ぐらいからとても活発になっています。で実はあの、富士野でトランジションを始めたヒデという人がいるんですけども、un homme qui s'appelle Hide qui a commencé la transition town à Fujino. 彼がその2008年に en 2008トトネスに行ってそこで、トランジションタウンを体験して、それで日本でどっかやるところどっかでやりたいって言って Fujino で立ち上がりました。il a expérimenté la transitionポトネス en 2008. Après, il a commencé à la transition town à Fujino. で、彼がまた去年トトネス行ったんですよね。その時ホリーあった。Est-ce que vous avez vu Hori? Hide. Vous avez vu Hide? 会わなかった。No.Est-ce que vous avez vu un monsieur qui s'appelle Hide Enomoto? OK. それで彼が戻ってきて、やっぱりリーエコノミーの話とかをしてくれました。彼が戻ってきたんです、ね、彼があの去年遊びに行って日本に帰ってきてそのレポートを伝えてくれました。Il est parti, à Portugais l'année dernière et il a fait un rapport cette fois-ci. で、やっぱりこのトランジションタウンの活動の中で、Dans l'activité de transition town, 非常に重要なことはやっぱり経済を変えていくっていうことが。経済の問題っていうのは非常にこういろんな活動にもこう問題になってくることがあるんですね。お金がないからできないとか。これはこう経済的に効率が悪いからやめようとか、それっていうのはこう今のこう我々が使っている貨幣経済っていう概念の上にあるのでどうしてもそうなってしまう。
なので、自分たちで経済を作るべきだというふうに強く思っています。自分たちで自分たちの地域の、まあ、ローカルエコノミーっていうのはデザインすべきだと。Il faut faire un design dans le local. はい。で、エコノミー、普段は実は日本では経済っていうふうに言う、あの漢字で、それの語源をここで、お見せするんですけども。エコノミーは日本語で経済。今日は、英語のエコノミー語源をちょっと調べてみました。j'ai vérifié l'origine de l'économie en France, en anglais. そしたら、もともとはオイコスとノモスっていう言葉から来てるっていうのが。L'économie en anglais vient de, en latin, oikos et nomos. で、それは、言ってみれば、家とか共同体のルールっていうことなんです。La signification est la maison, la commune et la loi.そもそもそこに住んでる人がお互いに幸せに豊かに暮らせるための共同のルール。ceux qui habitent dans sa propre maison peuvent vivre agréablement et c'est donc そう考えれば、それはこう与えられるものではなくて、やっぱりそれも自分たちで作るものなんだ。というふうなところに今我々は立っています。La commune, la maison et la loi ne sont pas données. Il faut créer nous-mêmes. どうしても今のこうお金の概念で考えてしまうと、si on pense à la notion de l'argent, 私たちはとてもこう消費者であることの度が大きいんですね。それをこうどれだけ、生産者であるっていうことの部分を、大きくできるかっていう。それをこう促すための地域の経済のデザインというのが必要だと思っています。最後に、まあ、どうしてもこの4年前の震災のことが日本ではどこ行ってもついて回るんですけども。日本は何と言っても、日本は何と言っても、日本は何と言ここに来るつい1週間前にも、実はここ、これは岩手県というところにから来た人が富士野に訪ねてきました。彼らの町は津波でほとんどが流されてしまったんです。La ville où il habitait était rasée par le tsunami il y a 4 ans. その彼らが今何を考えているかということは我々もすごく興味がある。
Nous avons, nous, nous intéressons, c'est ce qui, ce que cette personne pensait. Carrera, j'ai parlé avec cet homme. Il faut reconstruire. だけど、ね、まずは自立しなきゃいけない。Il faut être indépendant. 今までどれだけやっぱりいろんなものに頼ってるかってことにこう痛切に気づいた。Ils ont aperçu c'est combien ils ont dépendé des choses.だけど、Mais, その自立した上で、さらにお互いに après avoir fini l'autonom, 依存し合うっていう関係を作っていくことも大切だと。これは本当にトランジションタウンの そのレジリアンスの考え方と一致すると思う。L'idée de résilience de transition talent correspond à l'idée de cette personne. J'ai beaucoup espéré grâce à cette idée. その震災の後トランジションタウン、我々はその震災前からトランジションタウンをやってるんですけども、ちょっとずつですけども、とっても注目され始めて、これからの社会の一つの指し示す方向だというふうに捉えている方もかなり多くの方がいらっしゃると感じています。Nous avons, je pense que c'est des gens qui pensent qu'il faut diriger leur monde et le changement de la vie. というところで、説明は、終わりなんですけれども。何かご質問があれば。Est-ce que vous avez quelques questions?